こんにちは、出会いば就活チャンネルの清水です。今日はですね、エントリーシート字数ごとの作り方というテーマでお伝えさせていただきます。コメントなどで,ですね、清水さんね、400字のイエスのことは分かったんだけど、その同じイエスを200字、300字だったらどう書けばいいんでしょうね。こういう質問を実はたくさん受けました。 それを受けさせていただいてんで皆さんにですねどういうふうにして400字で書いたものを短くすればいいのかってことを具体的に今日は説明させていただきます特にですね増やしたり減らしたりしなきゃいけませんからね200字のとこもある300字のとこも400字もあるこれさえ見ればあなたは200字300字400字全部作れます。ままずでででですすすすねねね我々はですね皆さんののののの就活をこのような形で支援してます日本企企業の50の企業がです、ね 本選考、そしてインターンシップでグループディスカッションを採用していますグループディスカッションの練習ができてそして企業からスカウトがかけるイベントをやってます皆さんの能力が数字で見れてるそして企業がどのくらいを評価したかそしてスカウトもかかりますぜひ概要欄からお申し込みくださいさあ学知科の基本構造 まず皆さんにですね学知化を書くときにはですねこの3つの要素をご理解いただきたいんですね結論そして論拠フォローするこれが学知化の基本構造です論拠とは何かというとですね学生時代に頑張ったことは何々です結論ですね質問に対する答えを冒頭に書くそして次がその論拠 学生時代に頑張ったことはこうでこういう成果を上げた具体的にどんな活動をしてどうしたこうしたこの論拠の部分がポイントになるそして最後フォローするこの活動を通して私はこんなことを学んだこの活動を通して自分の強みを伝える特に学知科の場合には強みを伝えないといけないんでこの出来事で私はこの強みを。 相手になるるほどねここの子はうういう強みがあるんだって伝える基本的には結論論拠フォロースルーの構造それをもう少し細かくじゃあ論拠の中に書かなければいけないことは何なんでしょうか状況説明なんですアルバイトにしてもサークルにしてもいろんなものにしてもあなたがいつどこでどんなことをしたのかっていうことを我々はあなたのご友人ではないから理解させなきゃいけない端的に状況を理解させるらなるほどこういう状況ね次に。 なぜそんなことを始めたかの動機動機を挿入しなくてもいい場合もありますが皆さんがですねまあ普通いろんな学生さんがやるアルバイトみたいな時にはなぜやったのかこういう動機が必要なんですユニークなエピソードの場合には特に動機はなくてもいいしかし一般的なものの場合には動機の挿入は僕は必須だと思います。そして工夫改善行動 ね、単にやっただけじゃなくてあなたはどんな工夫をしたんですかどんなことをしたのかってそこのことがポイントですから状況動機施策これが基本の構造まずこの構造ができてないといけないってことですさあ例えばそれで最初に書くのは400字詰めですね387でですねこれ僕がですね皆さんにですねこの書き方を教えるために作ったまあこれ自分のエピソードっていうか例えばこんなものをご用意しました。 例えばこんなの、ね、まあ僕さ学生時代の頑張ったことをですねこんなふうに書いてみました。で、ね、私は勝手に発起に、まあ、要するに自分で勝手にね研究室合同の卒業アルバムを作って卒業遮音会を初めて作ったっていう内容の学士課なんです、ね、で一番最初の括弧でくったやつがこれが結論あ自分が発起になってね研究室合同の卒業アルバムの謝恩会を開いたんだねそしてみんなに喜んでもらったこれが結論。で次ののところの 間にあるのが実際のです、ね、きっかけが書いてあって何でやったか何が大変だったかそして感謝をもらったそしてこの行動で自分の強み周りを巻き込んで実現して成果を上げることができたっていうのを、まあ、400字で書いてみました。ですね。じゃあ次にですねこの400字の部分をですねどういうふうにするか200字っていうバージョンで考えてみます。 まず200字の学知化を書く時のポイントはですね結論と論拠とフォローするの3要素は必ず入れてください人によってはですねフォローする切っちゃいますいやフォローする切ったらあんたの強み分かんなくなるよと結論論拠フォローするの3要素は必ず残さないといけないんですこれが1つ目のポイントそして結論はもっと簡潔にさっきの四百字は少し長かったねこれを簡潔にしましょうそして論拠は大きくカットするんです論拠はですね施策を中心に構成します フォロースルーは残すさあこのガイドラインに従って私が作った200字実際に文字で書きました何が変わったか分かりますね私は発起人として研究室合同の卒業アルバム作りとともに卒業者音会を成功させたさっき4行あったのをわずか2行でスパンと書いてあ,るあなるほどねとで次はねここはですねいろんなことが書いてあったと一番の課題はからにしたんですね これをやる上で一番の課題は先輩への説得だったんだと私はお世話になった方への感謝と 一生の記念という意義を何度も伝え説得を繰り返したその結果アルバム無事完成社音会に参加した、ね、全員が喜んで感謝をしてもらうことができたというふうに、ね、短くしましたそして最後この行動で周りを巻き込むことの重要さを知ったこれが200字のバージョンに僕がしてみたものですからさっきお話ししたように結論をすっきりそしてやったことを極めて明快にポーンそしてフォローするこれが200字さあ続いて300字のバージョンは何がポイントですか 基本的に先ほどと同じようにですね結論論拠フォロースルーの3要素は絶対に入れないといけませんあとは分量の問題だね結論は簡潔にだねそして論拠の部分で調整するんです基本的には論拠の部分を300字のところで調整するね きっかけや動機を短くくももしくはカットするる場合もあ,る、まあこの場合の300とかに文字数を減らした場合には必要なければ動機をカットするのが一番分かりやすいですねそしてフォロースルーはそのまま残してくださいさあ私はこのように修正しました「結論は200字と同じような形で持ち込みました」「私は発起人士として研究室合同の卒業ラブ作りで卒業者運営を成功させた」と。で 私はここの結論をですね、制御した分だけ真ん中のとこは結構かけたんで、きっかけはを書きました。きっかけは自分たちの心に残るアルバムを作ることと、従来は卒業後に居酒屋で飲むだけだったのをきちんと車音回収したかったからです。一番最初の400字よりもここの部分を少しすっきりと直しました。で自ら発起人となって周りを巻き込んでやっ そしてこの部分はですね結論を短くしたこととこの部分のところを少し修正してそして最後のところのフォロースルーは残しました。 さあこれで400 200 300ができましたねこのような形で調整するのが一般的なやり方です。ぜひ覚えておいてくださいね。さあ続いてそれ以外に皆さんがですね文字を制御する場合のポイントがいくつかあります。主語、私はっていうのを減らすすんですだって私が書いてると分かりますからね。長い文章の時は「私は」これをカットするそして「だ」を「である」に変更する、ね、そうですね「だである調に変更する。 だから私は何々を何とかってこれ長くなってるデスマス帳をですねこのうで体言止めというような形の文章構成に変えるというのも一つの工夫そして普通の行動これですね学知館の中で普通はこうするんだけど私はこういうふうに特別にしたこれハイライトの手法ですよね。 普通の人はこううするあそうなんだでも僕はこうしたって書くって実際にその行動が分かんない人に分かりやすく伝えるこれは普通の行動を規定するパターンなんだけどこれで普通の行動を書いちゃうと長く感じますよねだからその普通の行動を省略して私がやったことだけにフォーカスすればいいこれによって文字数が減らせますそして気象点結を過剰書きにした後につなげるってことが重要でこれをやってこれをやってやってその過剰書きにつなげると意外と文章が減ることができます。 さあ、実数にとられてですね最終的に何を言ってるか分からない文章をよく見ます。これはです、ね、結論 フォロー,スルーここをいじっちゃうかななんでですね変な形でね変形ぜひそのことを注意してください。あくまでも客観的に状況を知らない人が見ても納得できるって形の視点で書き直してください。さあもしこれ24卒の方が見ていたらですね我々3月中にですねいろんな大学の皆さんの一緒に修学園上の先輩の方が私たちこんな形で就職始めてこうやればいいよという形の先輩団そして我々が基本的にはこうすべきだよって講座を交えてやってますいろんな大学の先輩が登壇しています。それ見てると何々 大学院何々大学に至ります。出会い場の会員になっていただければ、全て見ることができます。そしてそれ以外にもですね。22卒の方のですね。実際に我々この企業に合格しました。このような方法でそれもあります。この機に出会い、場の会員になっていただいて、セミナーにお申し込みください。さあ、この動画が役に立った場合は高評価ボタンよろしくお願いします。